ダイヤワン原子力発電所の一ダイアワン。原子力発電所は中華、人民共和国関東省新鮮市、龍未影区のダイヤワンにある原子力発電所。香港の北東に位置している。ダイヤワン原発は、フランスのアレバ社の900ムー93、冷却管設計をもとにした、発電量944ムーの加圧水型原子炉2機から、なり、 商業運転は1号機が1993年、2号機が1994年に始まった。関東省に位置しているが、ダイヤ1原子力発電所の建設は1985年に隣接する香港の特別行政クリッポー会の議員である李忠明や首都カなどの政治家が議論を起こした。香港の住人の半数近い100万人が、 原発反対の請願に署名した。100を超える住民団体が環境問題と香港住民の権利を反対の焦点にして建設問題を論じた。1号機は1993年8月31日に稼働を始め、2号機は1994年2月2日から稼働を始めた。原子炉はフラマトムが 中国の参加企業とともに設計建設を行った。IAEA、e、プリーデータベースでは原子炉がそれぞれグアンドーングマイナス -1、グアンドーングマイナス -2 とされていた。ダイアワン原子力発電所は隣接するミネオキ原子力発電所とともに中国広角集団参加の大アワン核電運営管理有限責任行使によって運営されている。ダイアワンの株式の25%は 香港で上場されている中電集団の CLP ホールディングスが所有しており、中電集団はダイヤワン原発の出力の70%を香港向きに購入している。75%は中国広角集団の完全子会社である関東核電投資有限公使が保有している。1987年10月9日、香港特別行政区立法会タスクフォースは 一号機の原子炉の土台から316本の鉄筋が欠落しているという報告を受けた。全構造では8080 80本、一号機の原子炉のコンクリート土台には576本の鉄筋があるはずだったが、使用を満たしていなかった。1987年9月に発見されたが、公表に至らず、香港返還以前の同年10月に、香港で報道された。 会社の関係者は、この事態は、建築図面の誤認によるものだと説明した。その後、不足している鉄筋を修復するための措置が講じられた。コンクリート5層のうちの最初の層の不足分を補うために2番目の層に追加の補強が適用された。香港特別行政区立法会の議員で土木技術者でもあったジャッキーチェンは、欠落している鉄筋が、総数の たった2%であるという事実に焦点を当てて、問題を軽視しようとする試みを批判した。316本の欠落した鉄筋は、原子炉の土台に極在し、576本のうちの55%に相当するのである。原子力科学社会法は1991年に、この問題について、香港フィアーズ・チャイニーズ・チルノブイリというタイトルで報告した。 2010年6月16日、ラジオフリーアジアは燃料管からの放射性物質の漏れ出しがあったと報じた。当局はダイヤ1の2機の原子炉は安全かつ安定して機能している。放射性物質の漏れ出しは存在しない。と述べこの報道を否定した。ラジオフリーアジアは正体不明の専門家の意見として放射性要素が漏えいしたとし、さらに事故は 当初政府に報告されず、しばらくの間内密にされていたと報じた。ニューヨークタイムズは発電所の債権者の中電集団によると、香港と本土の両方の政府原子力安全、監視者に通知し、説明したとラジオフリーアジアとは異なる報道を行った。中電集団は漏れ出しが少なく、安全性の問題として、報告を必要とする。 国際基準を下回っていたと声明を出した。香港の放射線測定施設は空間放射線量の上昇を検出しなかった。本土の報道も正常な運用条件下にあり、報告を必要とする国際基準を下回っていたとする当局の状況説明を引用した。なお、ウォールストリートジャーナルは5月23日にこの事故が発生し、充電集団が ダイヤワン原子力発電所に合気の放射性レベルの上昇は軽微であり、過去2週間レベルは安定し、市民にはいかなる影響もないとの表明を報道している。2011年4月、ダイヤワン原子力発電所は EDF エナジーによって毎年行われる原子力発電所安全コンペで中国で初となるだけでなく他の原子力企業でも 前例のない6つの賞のうち4を受賞する偉業を達成した。多くの人々がダイアワンの状況、特に修理と維持の状況に驚いていると、ダイアワン核伝のゼネラルマネージャーのリューチャーンションは述べ、我々は前年原子炉を19.7日のみ稼働停止した。フランスは多くの原子炉を所有するが、その記録は23日よりも多い。第二に、 我々の原子炉は6ヶ月間同時に利用する、否定止運転で全体で3000日になる。とした。ダイヤ1原子力発電所はまた63の原子炉に、比べスタッフがさらされる、放射線の量の少なさでも際立っており、0.8ミリシーベルトであった。ダイア1原子力発電所は、2つの稼働中の原子炉で構成される。ありがとうございます。